回私は夏休みの発明工作として空気圧でプロペラ回す三動船ニューマチックトリマランを作りました。トリマランとは3つの胴体がある船です。ここでは3本のペットボトルを浮きとして、その上にレゴの機械が乗っています。ボトル1本や2本ではすぐ倒れてしまうので3本を三角形に並べました。このペットボトルの中は実は大気圧の何倍も高い気圧になっています。負担に穴を開け、自動車のタイヤバルブを差し込み、自転車の空気入れで空気を詰め込みました。この気圧をエンジンでプロペラの回転に変えています。気圧が下がってくるとプロペラもゆっくりになります。水の中でもなんとか回ります。気圧を回転に変える仕組みはレゴ空気圧式エンジン、通称 LPE です。今回のエンジンはアメリカの YouTuber グリーン月光さんの設計を参考にしました。8気圧まで上げれば1分間に2500回転、1秒間に40回転も夢じゃないそうですが、私が作ったエンジンはどれくらいでしょうか。兄に頑張って空気入れをしてもらって3気圧くらいをキープすると、1分間に600回転、1秒間に10回転以上回っていました。押すのをやめてもしばらくはペットボトルに残った圧力で回り続けています。ゆっくりにするとシュポシュポ空気が出る間に黄色いピストンがゆらゆら揺れているのがわかります。これは私の好きな漫画ドクトーストーンに出てくる首振りエンジンなんです。ピストンの上のチューブから空気が入ってくるとピストンは下に押されて伸びます。すると今度はピストンの下から空気が入ってピストンを縮めます。この設計が面白いのはピストンの動きに連動して T 字型の部品も入れ、チューブが交互に塞がれてピストンの上下に交互に空気が送られる ところです。柔らかすぎるチューブでも硬すぎるチューブでもうまくいかず、空気が漏れたりチューブが外れたりすぐ止まってしまったりで作るのは大変でした。最大の弱点は勢いがつかないと止まってしまうことです。そこで今回動き出しと勢いのためにレゴの大きなタイヤを弾み車フライホイールとしてつけてみました。実は今回の工作はもともと水に濡れると壊れるモーターの代わりに船のエンジンの作り方を探していたことから始まりました。船の歴史を学んだりペットボトルと気圧についての別の自由研究テーマから掘り下げていくと、こんな工作ができてしまいました。ペットボトルと気圧についての音の自由研究もぜひ見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。